まりというもの、すべてこちらの赤田屋のやつで売っておりまして、コーヒー割りとか、カボス割りとかあるということ、もし興味ありましたら、こういう飲み方もできますよ、面白い。いただきます、ね、あ、おいしい、これみずみずしい、あ、香ってて、まあ、タンニンがあって苦いですけども甘いぐらいいいですよ。いただきます。こっち舐めて、舐め、あ、やっぱジュースが凝縮されてる、普通のこう甘さっていうかこう、ね、ぶどうの味がパッと飛んできて、その後にこうクリームが感じて、それが面白いです。ぶどうを作ってからですね、46年になります。ありがとうございました。